いつでもどうぞ。負けず嫌いなら僕も同じさ。には勝てねえ。戦わなくてもわかる。そのスーパーサイヤ人ゴッドっていう存在を知ってるか。ちょっとそこにいるサイヤ人に用があってね。宇宙人でもな。ベジータのやつ気合い入ってんな。オラも負けてらんねえ。奴らなどどうでもいい。ものすごく強い奴らと戦うっちゅうのに、まだおめえは力の全部を出し切ってねえぞ。貴様ら光栄に思うがいい。お前次第だ。それは私も本物。今のは良かった。本当にあれか。お前の目の前にいる私こそこの町で最高の冒険者であり、孫を連れ戻すことのできる唯一の冒険者だ。デミウルゴス、セバス。冒険者がジョイ・アンデッドの媒介になり得るか実験をする。よし、では行くぞ。はい。なんだなんだ。ようやく精神集中できるだろうか。よくわかんねえ。おめえは失敗したんだ。ほら、そうだった。マーラ、コキュートス。今は忙しい。時間ができたならば私の方から連絡を。あ、なんて気だ。ほらにゃ鼻くそをほじる力も。ご飯、センズだ。食え。あ、ピッコロはよく来てくれたな。悟空。ち、本当にはっきり言いやがったぜ。よくやったな、ご飯。うちの弟が世話になったみたいだな。はっきり言ったらどうだ。もしかしておめえも精神と時の部屋に入ったんか。そうか、では見せてもらおう。おめえをスーパーサイヤ人にする。気を抜くな、ごはん。落ち着かねえ気分を消すことから始めた方がいい。まずはスーパーサイヤ人になった時の、その後基本的な修行からやり直そう。なかなかやるな。行くぞ。そうほじる力も。最後の質問だ。貴様がわざわざ未来から来た理由は何だ。くそ、イライラするぜ。今度はもっと修行積んでこいよ。父さん、父さんは俺や悟空さんに助けられることの方が。だがそういうことなら何も聞かずに貴様の息の根を止めてやる。そう。なんでそこまでして強くなりたいんだ。まさか破壊神の後釜を狙ってんじゃないだろう。これで確信できた。
本当に俺か？全員か。それは怪しいね。破壊だ。悠長なことを言ってる場合か。あいつが負けたら。そう驚く。だがアンデッドの軍勢が墓地の外に溢れ出すかもしれない。1時間。それはどれぐらいだ。さあ戦うぞ。まあ皆さんでしたらこの程度軽くこなせるようになります。人間の命とどっちが大事かっていう。悪かったね。いいこと言ってくれるじゃないか。では望み通りに。お前生意気。奴を出せ。なんだ？にゃカカロット。望むとこだベジータ。こりゃ本気でいかねえとやべえぞ。貴様は手を出すな。あの程度俺様一人で十分だ。あ、こいつハッタリじゃねえ。この俺が終わらせてやる。これからは寝るとき以外はなるべくいつもスーパーサイヤ人の姿で寝、それが当たり前の状態に持っていくんだ。なんだスーパーサイヤ人がな。よし、目をぶっ倒す。奴が地球にいた頃とは比較にならんぞ。ベジータはオラと戦う約束をしたんだ。邪魔すんなよ。頑張れトランクス。それでも納得がいかないらしく、それで今まで時間が。頑張れカカロット。
けるぜ、ベジータ。待たせたな、カカロット。トランクス、行くか。私がずっと追っている奴だからね。失敗だ。これからぼじぼじ見せていってよ、本当の力の差というもの。ふざけ、すぐにわかるさ。貴様らに殺されたナメック星人の怒りを覚えた。に非常に徹するなんてどうやったってできねえ。さんは神様と再び合体したんだそうです。よくわかんねえ。面白い話だ。無駄な攻撃で体力を減らしてつまらん戦いだけはするな。そんな程度か。貴様がとてつもない化け物と感じたのは勘違いとは思えない。貴様の仲間か。貴様が、ね、ピッコロ、そう言うな。修行にいい場所を知ってんだ。たった一日で一年分の修行ができる部屋が神様ん家の神殿にあんだ。ご飯、異常なまでの強さだ。はっきり言って誰も勝つことはできん。ああ、ついてこいよ。別にオラと一緒に修行しようってんじゃねえから。そうだ、そうは思いたくないがな。実力の差はいかんともしがたい。戦いが通れなくてもいいか。時間だ。俺は負けるわけにはいかねえ。Yeah!
素晴らしい戦いだ。ちょっとやりすぎたな。させるなんて、そんな奴ら最低だ。すべて回収せ。幸運だな。こっちには作戦があった。正解だ。確実に死ぬ。その方法しかねえみてえだな。やりそのスーパーサイヤ人と。遥かに増す。その変身をたっぷり痛めつけてね。そろそろ諦めなさい。なかなかやるではないか。間一髪あの距離から逃れるとはな。こんなことがあってたまるか。
した。さあ戦うぞ。こういうやつだった。気に触ったりしなければね。待って、損した。完全に消えた。ダラダラ歩きやがって、殺すぞお前。シェルディアがなぜという疑問は残る。依頼するというのか、引き受けなかった。失敗だ。遠くても方角性分かればなんとか木を捕らえられるかもしんねえ。たりが組むってとこまではいい考えだ。お前にとって私とは一体どのような人物だ。依頼するというのか、引き受けなかった。それ以上喋るな。どういうことだ。そう驚く。だがアンデッドの軍勢が墓地の外に溢れ出すかもしれない。確実に死ぬぞ。それよりオラの息子はどこだ。どこに隠しやがった。仲間たちを模して作ったものだ。かなり驚くような形だろう。
さあ行くぞ。許せねえ。私を本当に乗り越えられるかはお前次第だ。貴様を倒すための修行中だ。お前を倒し必ず願いを叶えてくれる。不死身ゆえの余裕から油断が生まれる。その隙に最大限のパワーで僕を攻撃だ。必ず勝機はある。行くぞ肘。ああ、その可能性が高いだ。根拠のない強がりを言いやがって。そこまで知っていたとはな。お前はここで俺にやられてしまうからだ。とんでもない奴だとは想像していたが、まさかここまでレベルが違うとは。クソ、とうとう終わりか。救世主は戦うと。私がとどめを刺すことにします。残忍で冷酷なサイヤ人の俺に。くそベジータ、もう一度最強の戦闘民族サイヤ人の優秀さを。貴様らは家に帰ってのんびりミルクでも飲んでやがれ。何用じゃ。お前も一緒に。だから困るのじゃ。
伝説のスーパーサイヤ人を倒せるのは。早速伝説のスーパーサイヤ人を征伐しに出かける。何用じゃ。明日になれば伝説のスーパーサイヤ人。この俺がスーパーサイヤ人である。この俺が奴を見失うはずは。巨大隕石の。なぜだ、なぜ俺は奴らを超えられないんだ。なんでなんでだ。さあ、超エリートの俺が真のスーパーサイヤ人となった今、その実力をな。これを使うのは少々もったいないが。くそ、お体が。では復讐の続きを始めましょう。その意味が分かった。こうなったら醜くて嫌だが最後の手段だ。大猿に変身してぶっ潰してやる。
なんという屈辱だ。あんな奴に、あんな猿野郎のサイヤ人なんかに。信じられん。こんなことがあるはずがないと思っていた悪魔が。そいつは貴様たちが勝手に決めたことだ。戦争に汚えもクソもあると思うか。パワーがはるかに増す。その変身を少しはやるようだが、まだまだだな。遅くな。戦闘力が上がったということはスピードも上がったということだ。ふざけやがって。残る一個を探すか。なんだと。戦闘力のコントロールだ。ほう、つまり今ので完全に俺を怒らせてしまったわけだ。まさかあのカカロットを倒すために変身するとはな。頭に来るぜ。僕が飽きるまで僕のお兄ちゃんになるのさ。あと2回も俺は残している。その変身を。私が上位アンデッドの媒介になり得るか実験をする。失敗だ。そう驚くな。だがアンデッドの軍勢が墓地の外に溢れ出すかもしれない。おめえみてえに非常に徹するなんてどうやったってできねえ。だいたいそのスーパーサイヤ人ってのが。さてと、海王拳を3倍まで上げてオラの体がどのくらいまで持ちこたえられっかな。うまく精神集中できるだろうか。オラがそうだった。海王拳、うん。4倍、いや
星の者どもと仲良くしていられるわけだ。この俺様の体に傷をつけるとは、貴様許さんぞ。ついてこいよ。どうだ、特訓の成果は。後悔することになるぞ。私にとってこれは趣味だ。さあ続けよう。オラがよその星から来たなんとかってやつだろうが、おめえが兄ちゃんだろうが関係ねえ。
当にそう思う。ならば失態なくことを運べると強く確信した。敵はどんな奴なんだ。には勝てねえ。戦わなくてもわかる。まだおめえは力の全部を出し切ってねえぞ。これからぼしぼし見せていってやる。本当の力の差というものをな。勝負ってのはただ強きゃいいってもんじゃねえよ。この戦いができれば他の宇宙の奴らにも負けんだろう。鈍いのするようなすごい気を感じた。スーパーサイヤ人のことを知らなかったとは。スーパーサイヤ人になった時の基本的な修行からやり直そう。よく聞けゴハン。氷を捨て大会では勝負が決するまで針の先ほどのあの枠内
切りやがったぜ。おい、聞けった。ピッコロ、よく来てくれたな。俺もだ。本気でやろう。ヒヒ、オラたちも修行して待ってんかな。実は驚いた。ことのほかタフじゃないか。なんだ、どういうことなんだ。戦いの準備をする時間をくれ。もう限界だって言うようなこと言ってたじゃないか。超えちまったな。あの時からずっとスーパーサイヤ人の壁を越えていたんだ。私にとってこれは趣味だ。貴様も随分息が上がっている。ご飯、異常なまでの強さだ。はっきり言って誰も勝つことはできん。おめえは綺麗だが、仕方ねえ。ご飯、貴様がとてつもない化け物と感じたのは勘違いとは思えんが。貴様だ。さあ、続けよう。なんてスピードだ。勝利の感じを味わえとく。ふざけおって。そう言ったはずだ。だから何だってんだよ。貴様も随分息が上がっている。時間だ。一瞬で化け物この者に、なんという破壊力だ。いいな、ご飯。知らねえよ。ワカメ、あえみたいなもんかどうか試してみやがれ。
そんな約束が戦いで通用するか。素晴らしい戦いだ。無駄な攻撃で体力を減らしてつまらん戦いだけはするな。人間を絶滅させるなんてそんな奴ら最低だ。それ以上近寄ってみろ、ぶっ飛ばすぞ。おめえはよ、自分の強さに自信がありすぎるんだ。そのせいで隙だらけなんだよ。おかげで俺様の祖先のことがなんとなく分かってきたぜ。自爆して相打ちとは思い切ったことをしやがるぜ。あのチビにしては上出来だ。いい気になってるのは貴様の方だ。だが残念だったな。孫悟飯、まだその気にならんらしいな。あいつにいいようにされちまったのか。悔しくてしょうがねえんだよな。貴様が戦いを好きじゃないのはよく分かった。だが、私を殺したくないという意味がよく分からないんだがね。許さんぞ、貴様ら！うわぁ！戦は愚かなあがきだ、孫悟飯。悟飯は貴様のように戦いは好きじゃないんだ。その作戦、悟飯は知っているのか。おめえが泣くなんて、おめえがオラに頼むなんて、よっぽど悔しかったんだろうな。そいつは貴様を殺して自分に吸収するつもりだ。逃げろ。ピッコロはまだ生きてる。死を早めるだけだぞ。奴をこのまま生かしておくわけにはいかねえ。負けるわけにはいかねえんだ。孫悟飯、貴様の秘められた力とやらを見せてもらおう。
随分強いけど、オラたちの勝ちだ。あいつらはどっちにしても人類を全滅させるつもりだ。今逃げたところで同じだ。オラも？よし。押し切りたか、構造。理解するとしよう。私がずっと追っているやつだからこれを使うのは少々もったいないが、なんて不利な戦いなんだ。バカ、何考えてんだ。無駄に殺されるだけだってわかんねんか。敬う男の力をその目に焼き付けろ。うわっ。武道会場に現れて会場をぶっ壊した化け物ってのもこのオラだったのか。今度こそカカロットだ。だがアンデッドの軍勢がボスの外に溢れ出すかもしれない。話しなさい。アイシンカン様。理由は何だ。おそらくですが、
気を引き締めろ。そんなイライラしにんでくれや。はいはい、お二人とも喧嘩をしている場合じゃありませんよ。早く10人を選ばないと時間がありませんからね。お前はいいよな、負けても消されないんだから。悟空さん、もう少しの辛抱ですよ。さようですが。うわおいウィス、お前何大事なこと軽く言っちゃってくれてんだ。ほんのわずかでも禅王様のご機嫌を損ねれば、通り抜けてきたことで生まれた時空の歪みが時の指輪の力に反応して。おい、今何をした？さらりと恐ろしいことを要求してますね。そういえばウィス、大神官様はお前の親父だったな。ヴィルス様は破壊神ですから、そういうことには特に敏感なんですよ。もちろん私もですが。失礼な、僕のおならはあそこまで臭くはないぞ。思った通りです。本当か？悪いけどみんな先に蹴っていてくれ。間違いない、別人だったとはな。ユージェン、ザラマ、宇宙を海王神がどうしてもお耳に入れたいことがあると、その謎はいずれ明らかになるでしょう。ですが今はあくまで現時点の推測です。一瞬で禅王様のところへ飛んでいけますよ。しかし歪みは傷が治っていくように元の状態に戻ろうとしていたのです。なにこれ、君誰？スーパードラゴンボールによって作られた木の中に殺意がプンプンに酔ってましたからね。自分が全宇宙にとってどれほどとんでもないことをしでかしたか分かっているのか。ウィス、お前もついていけ。だがアンデッドの軍勢がボスのことに溢れ出すかもしれない。さあ、人がいる場所を探してみる。悟空さんの正解だと思います。その謎はいずれ明らかになるでしょう。ですが今はあくまで現時点の推測です。次、もっと強いやつまでいるのか。ん？それは素晴らしい。ヴィルス様は破壊神ですから、そういうことには特に敏感なんですよ。もちろん私もですが。手を離してください。もしかして僕に喧嘩売ってない？このスーパーサイヤ人ゴッドっていう存在を知ってるか？ちょっとそこにいるサイヤ人に用があってね。この時代に引き寄せたのでしょう。それは私を殺すことのできる武器ということかな。お前の態度にかかっていると言っているんだ。いいか、世界も僕もお前も全てが消されてしまうんだぞ。高めた木が外にダダ漏れですよ。相手に気を悟られぬよう。問題、ベジータ。貴様はベジータだろう。ベジータ、ほら、おめえみてえに非常に徹するなんてどうやったってできねえ。確かに遠ざかっていく二つの大きなパワーを感じる。東の巨人や西の魔女について何か知っているか？ハムスケと同等程度であれば強敵とは言えない。なんだデニュールボス。
なんという屈辱だ。あんな奴に、あんな猿野郎のサイヤ人なんかに当たりさえすれば、貴様なんか。そのためにもデミウルグス、皆のために現在の情報を分かりやすく説明するのだ。行くがよい、デミウルグス。情報収集を行っているセバスはどうしている？最後にコキュートス。私としたことがいささか大人げなかった。お前を倒し、その後全人類を時間をかけて殺していく。お前にとっては地球を救うためだ。そうか。国家として大したことがなくても驚愕すべき個人の存在があるかもしれないからな。父さん、僕に修行をつけてください。その意気だ。罰を受けてもらうが、当初の計画の大半が終了したわけだが、それと他に案がある者は手を挙げることを許す。セバス、撤収する前に小麦を大量に買い込み、デミウルゴスに渡してやってくれ。匂う、匂うぞ。食ってやる。トランクス、大切にしろよ。父さんは俺や悟空さんに助けられることの方が。トランクス、戦争に汚えもクソもあると思うか。そういう人だ、父さんという人は。しらばっくれやがるぜ。貴様、なぜ満月を見ることで変身できるか知っているか。どうした、コキュートス。罰は受けてもらうが。地球人みんな殺した。さあ戦うぞ。とことんやりてえってことか。二人が組むってとこまではいい考えだ。まあいい。お前にあの村の価値について教えよう。お前、何をしたか分かってるのか。私はな、恩には恩。守護者が学んだということを考えれば、お釣りが来るぐらいだ。私の狙いを聞いた以上、次は許さん。ならば次は。バカ、何考えてんだ。無駄に殺されるだけだってわかんねんか。くそ、もうダメだ。よし、近日中に部下を連れて森に建造している建物まで来い。それが最初の命令だ。受け入れよう。いえ、宣言する。石碑よ、勝手に殺すな。こんなことがあってたまる
か。このまま終わる彼らではありません。さっきの一撃はきっとベジータさんの起爆剤になるはずです。世界は虫ずが走る。いつでも飛べる。いやかましい。勝てる自信なんてあるのかお前。アホか。こんな時に何が可愛い嘘だ。引きちぎる。切り裂く。下級戦士が戦っているのに。ふざけやがって。わからんことだぞ。俺は昔の俺に戻りたかったんだ。父さん！そう、とどめだ！すぐにとどめをさせ！ダメだ。針の先ほどの穴も開かない。こうしている間にも、向こうでは数時間も過ぎている。祈るかいんな！スイーツがいつでも食べられるではないか。逃げ場はない。ビルさん、ウィス、お前な。大丈夫ですよ、ビルス様。頑張って。
またな、全長。